姫子さん、ほら、約束通りこの子を連れて帰ってきたわ。大丈夫？現実にも夢にもあんたがいなくて、うちめっちゃ心配したんだから。無事でよかったわ。紹介するわね。彼女はブラックスワン、ガーデンオブリコレクションのメモキーパーよ。姫子が言うには、無境の調査中に偶然会ったんだってまだ知り合ったばかりなの。でもあなたのおかげで、この機会にお互いの理解を深められるかもしれないわ。それでどうしてあんたはあんなところに落ちたの？何があったか教えてくれる？つまり、君を襲ったのは赤い服を着た、幻術が得意で他人の姿に化けられる女性ということか。彼女の名前は花火。ピノコニーに紛れ込んだ仮面の愚者よ。でも安心して、あの子はしばらく皆さんには手を出してこないから。きっと今頃は自分が成功したと思い込んで、どこかで意気揚々としていると思うわ。君は彼女のことをよく知っているようだな。もちろん、私はここにいる全ての人間を知っているもの。ピノコニーでは誰もが嘘をつくかもしれないけれど、記憶は嘘をつかない。だからこそ私は皆さんに一つの事実を明らかにするわ。花火さんのトリックは人を幻覚に陥れることができるけれど、あの奇妙な夢は彼女とは関係ない。ピノコニーそのものに由来しているの。ピノコニーそのもの？まだ気づかない？いわゆる無双の地というのは、ファミリーが何らかの手段で大切に守ってきた成果であり、美しく造成された夢なのよ。そして彼の落ちた記憶域、それこそが無境の本来の姿。混乱、危険、謎、変幻自在の迷宮に住む記憶の獣。彼女の言う通りかもしれないわ。みんな夢に入った時に見た景色は覚えてる？ホテルのスタッフはそう呼んでいた。その景色と夢の中のピノコニーは全然似てないけど、ブラックスワンの言った無境とはよく似ていると思わない？確かに最初は気にしていなかったが、よくよく考えてみると両者の共通点は多いようだ。それに常連客から聞いた話だと、夢に入って最初の駅はもともと無境ホテルだったけど、ちょっとした事故があってホテルは現在修繕中らしいの建物はどんな時に修繕が必要になるかしら。彼が経験したことと結びつけて考えれば、答えははっきりしているわ。ピノコニーの美しい夢は沈没している。元の姿に戻って深海に沈んでいるの。沈没？それって無境世界は崩れかけてるってこと？無境ホテルで起きていることはその予兆よ。なるほど。これでファミリーの言葉の違和感にも説明がつく。
もしこのニュースが外部に知れたら、宿泊客の実際の安全性がどうであれ、宴の星の評判は必然的に影響を受けることになる。調和セレモニーが近づいている今、彼らはそれを隠すしかなかったんだ。宿泊客の安全、それすら保証できないかもしれない。彼の遭遇したモンスターが最高の証明じゃないかしら。もう一つ教えましょうか。あの記憶行きミームについて、死と暗殺を暗示するミームがなぜファミリーが絶対安全と宣言する夢に現れるのか。ピノコニーでは誰もが嘘をつく可能性がある。それにはファミリーも含まれているかもしれない。ブラックスワン、現状は十分理解したわ。あんたの最初の提案に戻るけど、ガーデン・オブ・リコレクションはどんな理由で請求列車と協力しようと思ったの？ああ、少し訂正させてほしいのだけど、これは私個人のお願いで、ガーデンを代表するものではないの。答えは簡単よ、姫子さん。私はただ交換をしたいだけ。記憶に関する交換をね。職務の他に私にも個人的に追求したい美学があるの。私はメモキーパーであると同時にコレクターでもある。私もキラキラと輝く貴重な記憶を目にしたい。こう言えば理解してもらえるかしら。そしてあなたたちは請求列車の七シビット、開拓の道を実践する者。私はあなたたちの潜在能力と、あなたたちがこの舞台で放つ唯一無二の輝きを信じているの。これが私が皆さんと友達になりたい理由よ。悪夢と美しい夢が交わる地、それこそが記憶のゆりかごにふさわしい。わかったわ。でもあんたに返答する前に、こちらでいくつか話し合いたいことがあるの。構わないわ、好きにしてちょうだい。姫子、どう思う？彼女の話は信用できない。意図的に誘導しようとする要素が少なくなかったわ。でも私は最悪の可能性を心配してるの。もし本当に無境の異変が存在していて、それが自然発生したものではなく誰かが裏で糸を引いていたのだとしたら。だとしたらそれは高確率で時計屋の招待状と関係があるだろうな。え？なんでそうなるの？極端な状況は置いておくとして、無境の異変を推し進めようとする意図、ファミリーと対立する立場となると、考えられる可能性は2つしかない。誰かが外部の勢力を引き入れ、ファミリーに揺さぶりをかけピノコニーを掌握しようとしているか、あるいはファミリーが自分たちを守るため密かに外界に助けを求めざるを得なかったかだ。だが招待状の暗号文、そしてファミリーの反応を見るに、前者である可能性が高い。つまり七死人の暗号文を発信した人物と無境の異変の黒幕は同じ陣営、もしくは同一人物かもしれないってことね。でもそれって何の説明にもなってなくない？やり方だけなら愚者やリドラーにだって真似できるし、カンパニーだって解読に成功したんでしょ？美月ちゃん、落ち着いて。これはただの可能性よ。でもこの暗号文がただのいたずらじゃなくて、
誰かが意図的に開拓者を招待したのであれば、私たちも放っておくことはできないわ。次は俺が発見したことについて話そう。残念ながら悪いニュースだ。確かな筋からの情報によると、ピノコニーで銀色の鎧を着た背の高い男性を目撃した者がいるらしい。俺はハウンド家に話を聞いたり、その侵入者に会ったという来賓たちを訪ねたりしたんだが、その結果これを手に入れた。ほら、送ったから開けてみてくれ。ご飯聞こえる？久しぶり、請求列車ピノコニーは楽しかった？これってあのハッカー娘？真面目な話をするけど、あなたたちがピノコニーの異変を調べてることは知ってる。むしろワクワクしながら見させてもらってる。調査が進めば進むほど、美しい夢の真実を知るチャンスが増えるから。ファミリーは何かを隠してる。そうでしょ？こっちも掴んでる情報があるから、優しい私があなたたちに共有してあげる。ただ残念ながら、素敵な休暇はこれで終わり。このコードはあなたたちのドリームコード、あの夢を見るための装置に入力して、隠しマークに行ってみて。位置の座標は全部パッケージ化してあるから、一括でコピペするだけで大丈夫。それとサムのことはもう聞いてるよね。楽しみにしてて。あいつは単純な性格で、正々堂々とした勝負が好きだから、きっとあなたたちと気が合うと思う。あいつの情熱に圧倒されないように祈っててあげる。おっと、そういえばあいつからの伝言があるんだった。たどり着けない夢の中で、間もなく演目の幕が上がる。頑張って。もういろんな勢力が動き出してるから、七死人も遅れを取らないように。性格ハンターのやつら、ピノコニーにまで根を張ってるなんて、本当にしつこいんだから。情勢は明らかになった。宴の星は見かけほど単純ではないようだ。時計屋の遺産をめぐり、ファミリーを含む多くの勢力がそれぞれの目的を持ち、互いにバランスを保っている。その遺産が何なのかはまだわからないが、この争奪戦は遅かれ早かれ罪のない人々にも波及するだろう。妖怪士サム、グラモスの鉄器の残党で遺伝子改造戦士、常人とは異なる認識を持ち、行動は果断で妥協の余地はなく、カフカやジンにも劣らない危険分子だと言われている。これは脅迫状だ。銀狼が言っていた隠しマップとは、封鎖中の無教ホテルに違いない。今後のことを考えると、実際に一度現場に行ってみる必要があるな。ファミリーに聞かれたら、列車組が性格ハンターを追っていることを正直に話そう。きっと理解を得られるはずだ。そして相手の反応次第で次の行動を考えればいい。これで意見はまとまったわね。それじゃ戻ってブラックスワンに知らせましょう。ブラックスワン、列車組はあんたに協力するわ。私たちも記憶域にふさわしいガイドが必要だから。任せて。皆さんを失望させたりしないわ。あんたたちは自分の部屋に戻ってちょうだい。夢に入る準備をして、うまくいったら無教ホテルのロビーで落ち合いましょう。俺は現実に残って君たちの安全を確保する。必要ならファミリーとの交渉も行おう。それで問題ないか、ブラックスワン。この手で仲間を救ってみせても信用してもらうのは難しいのね。もちろん問題ないわ。ただ私の心は少し傷ついたけれど。そっちは頼んだわ、ベルト。私たちは
無境の真実を見る準備をしましょう。しばらく忙しくなりそうだけど、ホタルは現実に戻れたのかな。気になるけど、俺には連絡手段がない。ブラックスワンに聞いてみるか。落ち着きがないわね。あの子のことが心配なの？気になることがあるなら遠慮なく言ってちょうだい。この世にメモキーパーほど心理療法士に向いている存在はいないわ。ねえ、あなたたちを守るために夢には一緒に入るけれど、メモキーパーにドリームプールは必要ないから。そうでしょ？安心して、あれは現実の目覚めにしかつながっていない一方通行のドア。あの子が強い意志で望まない限り夢から覚めないなんてことはありえない。きっと今頃ホテルのどこかで目をこすっているはずよ。少し嫌な思い出があるようね。でもこの協力はあなたにとっても私にとっても列車組にとっても賢明な道であることは間違いない。そうでしょ？分かったら安心して私を頼ってちょうだい。もちろんここに来たメモキーパーは私だけじゃないわ。ピノコニーはファミリー以外の派閥を初めて公に招待した。ガーデンはこの歴史的な瞬間を記憶に留めなければならない。だからあなたも他の人と協力してみてもいいのよ。彼らの姿を捉えられればの話だけれど気にしないで、これは私がやるべきことだもの。何しろあなたは特別、特別だからこそたくさんの目があなたを見つめている。そうね、じゃあ安心して眠りなさい。私があなたのそばにいるわ。親愛なるお客様、ピノコニーへようこそ。見慣れた部屋に戻ってきた。こっちよ。どうしたの？気分でも悪い？そう、それならいいの。あなたが奥室に敏感で他の人より無境の影響を受けやすいことは知ってるわ。これも私が特別にあなたに付き添う必要がある理由よ。
その苦しみは私が楽にしてあげる。安心して、あなたの仲間も無事だから。夢に入る前に二人に小さな首飾りを持たせたの。これで私は記憶域の中で彼女たちの存在を感じることができる。彼女たちはすでにそれぞれの部屋で目を覚ましたわ。これで気兼ねなく私と一緒に来てくれるわよね。時間は待ってくれないから、早くロビーに向かいましょう。ナノの部屋は端の方だったな。まずはナノと合流しよう。